こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は JR 西日本そして地図急行の佐用駅を見に行きます。動画の前半では地図のパートを、後半では実際の映像となっておりますので、概要欄にチャプターがありますので、お好きなところから再生をお願いします。それでは地図を見ていくことにしましょう。今回見ていくのは JR 西日本紀新線そして地図急行の佐用駅になります。所在地は兵庫県佐用郡佐用町佐用になります。駅の周辺はね、この紀新線の駅も、東高線に囲まれた、山に囲まれた地域ではあるんですけども、佐用町の中心地となっておりまして、駅の前にはね、町役場があったり、そして郵便局、警察署、学校などもありますよね、この辺りにはね。病院などもあったりしまして、建物の雰囲気はね、駅周辺少し昭和の雰囲気が漂ってはいるんですけども、それなりにお店もちょこちょこありますので、不便ではないような気も私はしました。はい。それでは古い地図を見ていきます。はい。こちらが地理院地図、1961年から69年までの地図となります。地図の中心部佐用駅、確かに映っております。開業したのは1935年昭和10年になります。紀新線が三日月駅から佐用駅まで延伸された際に終着駅として開業しました。古い駅舎はこちらになるんでしょうかね。こちらが地理院地図、1974年から78年までの写真となります。駅の雰囲気は昔とあまり変わってないかなという感じですね。周辺の街の雰囲気も、建物は少し増えてるかなという気もしますが、あまりこの60年代、70年代もあまり変わってない気もしますね。そしてこちら、一気に飛んで2020年の写真となります。駅の雰囲気がガラッと変わっておりますよね。こちら、北側にあるホームについては地図急行線のホームとなります。そしてこの南側にあるのが紀新線のホームになりますね。地図急行が開業したのが1994年、平成6年になります。駅の雰囲気もね、ガラッと変わっているんですけども、こちらの駅の改築も、地図急行開業の1年ほど前だったということなので、1993年頃になるんでしょうか。この駅のね、前の広場からこの佐用駅見ると、まるで高架駅のように見えるんですけどね。実際は毛利筋状にある駅ということで、完全な地上駅なんですけども、このホームに上がるためにはね、結構こう地下をぐーっとこうね、下っていったりしないといけないんで、結構面白い構造の駅だなと思ったりはしますが、そのあたりは実際の映像で見ていただくことにしましょう。それでは実際の映像となります。JR と地図急行の佐用駅になります。まずは駅前なんですけども、ご覧のようにね、車を止めるスペースが少しあります。そんなに広くはないですね。で、道路を挟んで正面には商店が並んでおりますが、ご覧のように建物も非常に古く、看板も非常に古いような感じなんですけど、でもね、この道路の周りにも商店あるんですけど、シャッター通りという感じではないんですよね。それなりににぎわいもある、そんな佐用駅の周辺ではあります。それでは駅を見ていくことにしましょう。 JR と地図急行のマークがあるコンクリートむき出しのね、駅舎なんですけども、こちらの駅舎は1993年頃に改築されたそうです。扉を開けると入っていきますが、こちらは待合スペースとなっています。ベンチが少しあり、そして正面には時刻表、自動販売機、扉の向こうはトイレになっているようですね。上にはエアコンもありますので、それなりに過ごしやすい空間ではあります。こちらの時刻表、地図急行は毎時特急1本と普通車1本という感じ。こちら紀新線の時刻表は毎時普通車1本という感じですね。ここから神津駅までは本数が少しあるのかなという印象ですね。さて、なかなか過ごしやすい待合室ではあるんですけども、扉が開いたままとなっておりまして、どうやらこれはね、私が通ったところなんですよね。勝手に閉まる扉なのかなと思ったんですけど、そうではないようで、ゆっくり閉めておきます。というのも、こちらのね、扉に、ドアを力いっぱい開閉しないでと書いてあるんですよね。過去になんか潰されたことがあったんでしょうかね。ちゃんとゆっくり閉めておきます。
さて階段を降りていくと改札なんですけども、こちら見上げると地図急行のホームが見えます。なかなか立派なホームなんですけどね。で階段を降りていきますが、まあ、こういう構造があだとなったのでしょうけども、昔ねこの西予駅、まあ、台風や大雨なんかでね何度か冠水している駅ではあるんですよね。改札の時間はご覧のようになっております。まあ、一応有人駅っぽい感じなんですが、時間によって改札が閉まってしまいますのでね、まあちょっと不便は不便かもしれませんがね、それでもちゃんと人がいて窓口でね、乗車券が買えるというのはまあいいかもしれませんよね。まあ撮影してるうちにね、窓口閉まってしまったんですけども、こちらは地図急行の階段、そして正面には JR の方面へ上がる階段がありますが、今回は JR の方へ行ってみることにします。さて紀新線のホーム上がってきました。でこちら正面に見えるのは地図急行線のホームとなりますね。ともに島式ホーム1面2線の構造、そして駅の南側にはまた線路もいくつかありますので、まあ、こちらは待ち合わせに使ったり、補線の車がね止まったりするのかもしれませんね。光月型のホームの端まで来たんですけども、まだまだ先には地図急行線のホームが続いているのがわかります。いやしかし長くて立派ですよね。ホームの上屋もね明らかに地図急行の方が立派ですよね。まあ紀新線の利用人数とか編成のね長さ考えると、まあ、この辺りのホームが荒れているのは仕方がないんですけど、まあ、それでも両方のホーム見ると違いがはっきり分かりますよね。次に姫路型のホームの端まで行ってみることにしましょう。こちらね階段と階段の間にねゴミ箱があるんですよ。で、まあ、たかがゴミ箱とね思われるかもしれませんけど、紀新線の駅ってゴミ箱すごく少ないんですよね。まあ、どうやら係員さんのしっかりいるところにゴミ箱が設置されているような感じとなっているようです。まあ、収集する手間もありますんでね、まあ、わかるんですけども、私も撮影中にね、ゴミを捨てたいなということが何度かあったんですけど、この方駅ゴミ箱ないなというのがね結構あったんで、もうここねゴミ箱見た瞬間にね、おここは大丈夫と思ってしまいました。まあ駅員さんもなかなか大変な仕事ですもんね。それでは今回の動画は JR 西日本、そして地図急行の西予駅を見に来ました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。